ロッテホールディングス銀座工事イコーナー株式会社銀座工事イコーナーは東京都中央区銀座に本店を置く日本の洋菓子メーカーテイクアウト専門店のほか、喫茶レストランも運営する2008年にロッテホールディングスに買収され現在は同社の子会社となっている社名の由来は憩いの場所である首都圏を中心として全国に店舗を展開している 生菓子やチョコレートなどが菓子コンテストのモンドセレクションを2003年まで7年連続で受賞している。本業の菓子製造販売のほか、1994年からは一時、食品残差を処理する装置をもとに開発した農業用排水予定処理装置の販売も行っていた。2012年には初の居酒屋業態、ブラッスリーを 栃木県宇都宮市に開店している。ABC 第66期決算広告。2021年7月16日付。官報81ページ。日刊工業新聞2004年3月30日付7面。ホテルに、初の居酒屋工事コーナー。欧風料理を提供。日系 MJ2012 年3月28日付15面。歴史、遠隔銀座工事コーナー。 ありがとうございます。